今ジュリがグレープフルーツの皮焚いてるからめっちゃ外静かになった。やっぱ鎮静効果がね、なんか静かになるね。抑制してんの。なかなかいいことよね。まあ、柿の皮も一緒に焼いてる言ってたから、兄がね、まあ、灯油のね、系のストーブだけど、まあ、カーボン芯だからね、リラクゼーション効果もあるし、まあ、柿がね、その、結局、アルコール発酵を抑制するから、あ、ちなみにね、その、タンパク質分解酵素だけどね、その、タンパク質を変質するから、その、お漬物や、その、ハムなり、なるわけ。あれ、タンパク質を変質してん、変性してん。その、ところがね、タンパク質変質酵素とか、タンパク質変性酵素って言わへんねん。タンパク質分解酵素という用語しかないねん、そういったものにも。なんでやろうね。で、最初怖かったんじゃん、タンパク質変質酵素。え、お漬物食べたら、タンパク質が変性しちゃうのって。別のもの変質酵素、変質。分かったよね。だから、タンパク質分解酵素っていう名前で統一されてんねん。実はタンパク質を分解してもそのアミノ酸に。途中の段階で止まってるけど。まあ、もともと、まあ、その、とにかく、タンパク質自体変性してんのよ、絶対。変性してんの、その発酵によってな。腐敗でもな。で、結局、その、ウイルスだから。タンパク質だから。ただ人間のタンパク質なんだけど。ね。RNA として働いてもいい、そういうの。そういうのが DNA に対してエラーを起こすわけね。だから、発酵物だから、代謝しちゃう。代謝って、うんこにする。だからどうやったらいいのね。でしょ？な。だから、その、岡田さんの、その、スペック発明とか、スペック発明とかで、スタップ細胞は、その結局、玄米のね、酵素。日照玄米酵素みたいな。少々思い出すでしょ。照射するから。で、だからそれより、それそんな言うほど効果あるかな？それは日本のもう深いドブ貝を漬物が効果ある。可能性はあるけどね。同じ効果を求める場合においてもね。だから、僕の先生は、ご自身の、スペック発明において、あ、ちょ、スタック発明、スタック、スタックウィズユーじゃなくて、出てくれ、あれについたら、なんか、いまいち乗り気じゃなかった。周りが盛り上がっちゃっただけやって。だって、おばあちゃんの漬物のがすごいもんとか発言して、で、先輩の男先生方に、ちょっと、やめてばいい、そういう発言。達しないように。じゃあ、もともと、尾形春子さんって、尾形春夫やったんかな、生まれたら。ガミ。そらへんとして、親切なことで言わなあかんでしょ。だから、ヘイというのもね、ハイというのもね、ハイ、花子、ヘイ、ライって、おかしいやん。でしょ？ハイって言われたらハイやんか。ハイ、花子、ハイ、ライでしょ？ヘイ、花子、ヘイ、ライ、まあ、アメリカやのにヘイの方。なんか親切のね、言わなかんか、ヒートじゃなくてハイトとか。だから、結局その上流階級、偽物の上流階級、あぶり出し作戦がいつもあんねん、こういう現代文明が来る、現代文化が来るときに。定期的に来てんねん。まあ、うちの平家の方の親戚も、こういう現代文化っていうのは定期的に来てるぞって。だからそういうとき、あれは、ブラックスローケーで、そういう現代文明の、現代文明はまあ、今しかない。本当はあったんだけど、しかし、現代文化って分かる。現代文化類型なんかしょっちゅう来てるんだよ。この国の歴史の。日本も来てるから。その現代文化類型の時は、隠れなあかんぞ、むしろって言われて。ひどい、適度に利用されるから。だから、その自分を戒める、自分の中心を戒める。そして、愛と戒めるなら、自分の中心が戒められてこそだと。ただ、その自分の、その間に、間も今閉めてたら、これもしんどいだけど。しかし、自分の心の中心が今閉められてなかったのに、他人を今閉めた。これはそのうち殺されるぞと。平家のおじさまに言われた。これは平家から君へのプレゼントと、アマテラスのプレゼントよって、平家のおじさまから言われた。ね、さてさて、まあ、安徳天の
本上流会。知ってますか、知りませんか。例えば、その、ほら、ケイマ、もう、知ってるって。とりあえずね、あんなにディスったらあかんでしょって。ね。なんかひどい笑いなんでしょ。ね。徳川総本家やで。天皇家あんたの確率第一。天皇家ずっと徳川家ならない。今回の事件。でしょ、鳥羽天皇以降は、南朝以外ずっと鴨大王家やったんか、天皇は。ね、大王家が仕方なくて、天皇も兼任しとって。だから加藤天皇ってことだ。天皇家を始めたから、加藤天皇、加藤家とかの皿に倒れてたでしょ、徳川も加藤家。ね、だから岡田家が、あんなに言ってくれたら、絶対あかんやん。だから、絶対に、だって格上なの。徳川のやから、今の天皇家より。だからもっと平こら平こらせなあかんねん。天皇家な。ケイちゃんに対してな。なるだから、偽物ってあかんねん。とにもなさず、秋篠宮綾人って、偽物ってわかんねん。みちこがそんな事情知ってたら変やな、遠いんだけど、どうすんの